ゃんです。タンです。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天呢是我跟文丹蜜月旅行的最后一天，是巴黎。巴黎，因为我们前几天想说好好享受蜜月，所以我们就没有拍影片。但是巴黎呢，一定要拍一下，所以今天呢就来拍影片。我们文丹他刚来到巴黎的时候超级兴奋的 ，Paris， 开心，期待，期待呢。今日はどういうスケジュールなの？今日はベルサイユ宮殿、ルーブル美術館、凱旋門、エッフェル塔に行きます。いいね、超楽しみ。そう、特にね、ベルサイユ宮殿めっちゃ広いみたいなんで、めちゃめちゃ楽しみです。我跟文丹今天两个人都是走这种风衣风的感觉。我们今天的目标就是小心不要被偷。舐められないようにパリの市内ではサングラスをかけてドヤ顔で歩こうかなと思います。那我们文丹为大家示范一下要怎么走。はい。絶対スリ合うわこれこれはスイスの空港で買いました。これね、ルーちゃんがめちゃめちゃね好きで、マイルドチリっていうのをね食べたんですけど、ね、本当に美味しくて、でこっちのオリジナルはちょっとまだ食べてないんですけど、ルーちゃんがめちゃめちゃ気になって買っちゃいました。で皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、我们现在来到凡尔赛宫。好的，超大的。其实我们这次来蜜月呢，天气都不算很好，但是跟文丹在一起还是很开心。开心，开心。見て，全部金色だね。すごいね、高級感半端ないね。我们现在在等入场。いや、楽しみだ。中本当めっちゃすごいらしい。中どうなってんだろうね。外見るだけでも興奮だよ。イエーイ、ハネムーンだ。Yeah. 现在我们拿到凡尔赛宫的入场票，每张票的图案都不一样。这个是我的，这个是文当的。因为我们是团体客票的关系，所以跟个人客进场的地方不一样。超壮观，大家看，好夸张！这以前到底是怎么画出来的？めちゃめちゃすごいね。もうなんかすべてが綺麗。大興奮じゃん。わあ。金光闪闪，不知道透过画面有没有办法完整呈现给大家，但是真的是太美了，感动しててちょっと泣きそう。そう、ちょっとうるうる来てる。对，我也是，就突然觉得好感动，我不知道为什么。两个一起在凡尔赛宫走过的足迹，超漂亮的。我们现在买完我们的周边商品，现在来到广场了。现在我们离开凡尔赛宫，要去吃午餐了。太漂亮了，超美！マジ途中泣きそうだった。真的很想要再花一倍的时间再好好慢慢逛。希望下次可以自由行来巴黎，就再来看一次。ただ今日はね下見で来ました。埃菲尔塔。我们现在去吃午餐之前，导游先带我们来看一下埃菲尔铁塔，好可爱哟！耶！晴れててよかった。开心。开心。你不要再讲怪怪的中文了。现在要去罗浮宫了，这个是罗浮宫的票。因为罗浮宫有点难录影，我这里用旁白方式跟大家说，由于罗浮宫适合小团体的观赏，所以这一次旅行团将我们整团分成三组，由不同的导游带领导览。我们分配到的导游超级幽默，而且真的非常专业，对于作品的理解非常的透彻，而且他资讯说明的非常清楚好懂，连我这个外国人听了都不太有障碍。他也很懂游客喜欢拍什么听什么，整个人非常的活泼，我们都觉得分到这个导游还蛮幸运的。
而且果然像美术馆这样的景点就是要有导游才可以更了解时代背景。另外我们这次旅游刚好遇到复活节，所以其实每个景点人都还蛮多的，人多扒手就多，也真的有扒手在文当拍照时伸手到他的口袋里面，还好文当口袋没放东西才没被偷，大家一定要小心。我们现在终于来到自由时间了，これが運転パリス。在真正的巴黎人眼中，他应该看起来超白痴的，好可爱哦。大家看，现在天气真的超好的，好开心。因为我们今天早上的时候其实还下雨，整个天空都阴阴的。参加吧，不对，是开心。你不要再讲。我们文当说他太渴了，来 IKEA 买饮料，可是因为不知道怎么买，所以他就说看一下旁边法国人怎么买。我们现在装作我们在挑。どうしようかな。どれにしようかな。どれにしようかな。違う国行くと何も分かんないね。分かんないことは聞かないと分かんないね。そう、しかも聞いても分かんないでしょ。そう。まあでもなんとか理解したね。だから今からキャッシュ向かいます。我已经住太习惯日本了，所以就想说，那大家来日本旅游的时候，是不是也都会遇到这些状况？親切に教えてあげないと。そう。我们现在要准备去吃晚餐了。哇，因为欧洲呢，他们日落都比较慢。其实现在的时间已经是晚上八点了，还这么亮，真的好夸张哦。すごい綺麗だね。ね、八時だよ。日本だったらもう絶対暗くなってる。ね、八時でこの明るさはちょっと異常だね。いや、本当綺麗だね。しかもこの中何？この中は。わかんない。でも風景は綺麗。いやすごい、ここいっぱい銅像があるね。しかもなんかね、カップルとかめちゃめちゃ歩いてて、めちゃめちゃ雰囲気がいいね。好浪漫哦。ルーちゃんがイタリア行った時もこんな感じ？そう、なんかね、すごい印象に残るの、この綺麗さが。おお、ここをちょっと一周ぐるっとみんなに見せてから行こうかな。 OK、 ぐるっとぐるっとこんな感じ。わすごい、夕日が綺麗。国が違うだけでこんなにも変わるかって感じ。我们今天吃的晚餐是这家店，是我朋友推荐的。那我们有先上网预约。緊張した。でもめっちゃ優しいね、ここの店員さん。ねえ、なんか発音まで教えてくれた。今もう忘れたでしょ。忘れた。你到底怎么对得起他这么认真教你？また多分あれを見せるよ。楽しかった。みんな優しい。我们现在呢要坐 Uber 去埃菲尔铁塔，来看晚上的埃菲尔铁塔点灯。我们在巴黎的第一个 Uber。Let's go。漂亮哟，超漂亮，好夸张哦，怎么会这么美？大家看全景，噔噔，好漂亮哦！它跟东京铁塔是不一样的感觉。これがエッフェル塔のライトアップだ。哇，来てよかったね、本当に。よかった。太美了。二人で一回やったろ。うわめちゃくちゃ綺麗だね。哇，真的有来太好了。もともともう遅いからやめようかなと思ったんだけど、来てよかった。ね、来てよかった。太漂亮了，真的。皆さんに見せます。ダダーン。
でで。さっきも見せたけどね。ね、なんかね、この辺ね、幸せの気持ちが。そう。観光客もめちゃくちゃ多いですけど。私たちも観光客です。そう。なんか願い事なんか言って。わね。なんかさ、こんなロマンチックなとこ願い事言いたくなくない？ルーちゃんと末永く暮らせますように。ありがとう。じゃあ私もプーちゃんと末永く暮らせますように。お願いします。お願いします。埃菲尔铁塔周边大概是这种感觉，路边会有很多人在卖小商品，也要小心会有很多扒手哦。天哪，大家看埃菲尔铁塔附近竟然还有旋转木马。现在是晚上十点，因为到整点了，整个埃菲尔铁塔就会叫你点灯。哇，見えてよかった、ふーちゃん。ね、びっくり。びっくりね。開心。開心。こんなキラキラするなんて思わなかった。ね、私もなんか私とふーちゃん本当調べてなかったから超びっくり。いやー、素敵な夜だね。各位，凯旋门到了。哎，晚上点灯也很漂亮哎。太美了。太美了。もう幸せです。好冷哦！いいハネムーンだ。いいハネムーンだね。楽しかった今回。ね、楽しかったね。なんかやっぱいろんなところルーちゃんと行きたくなったね。本当？うん。君と。